新型コロナの新たな変異株、オミクロン株が確認されたことを受け、各国は水際対策を強化しています。アメリカ政府は26日、アフリカ南部8カ国からの渡航を29日から制限すると発表しました。対象地域は南アフリカのほか、ジンバブエなどワクチンの接種率が低い地域で、バイデン大統領は 世界規模でワクチン接種を進めない限り、新型コロナの流行は終わらないと指摘しています。また、EU も26日、7カ国からの渡航制限措置を導入することで加盟国が合意しました。日本政府も今日午前0時から南アフリカなど6カ国からの入国者に対し、指定する宿泊施設で10日間の待機を求める措置を始めています。